いやー、海が綺麗だ。地平線がどこまでも続いているん。あ、どうも、武士警備員、昨日でございます。ではね、続きをやっていきたいと思います。来たか。来てました。この基地はもうあんたのものだ。ほう。ダイヤモンドドッグズをあんたの手で大きくしてやってくれ。組織に必要なのは、まず優秀な人材を集めること、そして彼らの能力を生かすことだ。その説明をミラーから頼まれた。ん？それは？ランドセル。まず人を集めるにはこいつ。お、ギターですか？路上ライブ。ボトン回収装置だ。なんだ。路上ライブじゃないの？そいつを使ってあんたが出先で気に入った兵士や捕虜をマザーベースに回収してくれ。はい。俺たちが説得し、共に働く仲間としてダイヤモンドドッグスに招聘する。試しにここにいるスタッフを回収してみろ。はいはい。誰でもいい。まずはそいつを眠らせるんだ。お前じゃダメ。麻酔銃は持っているな。はい、持ってます。俺はお前を撃つことができない。だって仲間だもん。ボッシュ。はいはいはい。はい、とりあえず寝ましたね。よし、スタッフが眠ったぞ。近づいて回収しろ。さて、どんな寝顔でしょうか。ああ、かわいい寝顔ですね。はい、ってことでこいつをフルトン回収しましょう。三角で、はい、風船をつけて。いいぞ。おおおお。あ、消えましたね。さあ、あいつを天国に送ってやりました。相手に対してだけだ。うん、こっちは回収できない。うちで働いてもらうには手遅れだ。あんたが回収したスタッフはその能力が最も活かせる班に配属される。確認しよう。端末を開いて。はい、端末を開きましょう。マザーベースメニューからスタッフマネージメントを選ぶんだ。これですね。今のスタッフは研究開発班に配属されたな。研究開発班ではあんたのミッションでも役立つ様々な武器やアイテムを開発する。その開発予定リストを見てみよう。デベロップメントからウェポン、アイテムを選んでくれ。これですね。そいつが研究開発班の配属予定リスト。ほう、ダンボールしかない。その中にダンボール箱があるな。ほうほうほう。何に使うかわからんが、ミラーがあんたのために準備していたらしい。いや、ダンボールはさ、こだわりの一品。そう、こだわりの一品。おかげでこいつを開発するにはまだ人手が足りていない。スタッフを補充しろ。ダンボール作るのに人手。時給何円ぐらいですかね。一旦ありがとうございます。ごめんね。スマホ好きだから。気絶した相手にも行うことができる。ほうほうほう。次は CQC で気絶させてみるか。ボス、みんなに本物を見せてやる。よっしゃ、ボス。ほい。よいしょ。ほい。じゃあこいつをフルドン回収。はい。で、CQC っていうのはですね、こいつの師匠、ザ・ボスというものがいるんですけれども、そいつから学んだ体術です。はい。一応、ですね、傭兵の中の基本中の基本の戦闘技術だと言われています。逆に秘伝ですね。フルトン回収の成功率は、はい、対象に近づけばおのずと見極めることができる。確実に回収したい対象は自分で担いでヘリまで運ぶんだ。了解です。次のスタッフを回収してみろ。要はですね、フルトン回収するには天候が良くないといけないということですね。光栄です、ボス。よし、回収しましょうか。まずそいつを気絶させてくれ。近くに複数の相手がいるなら立て続けに CQC を。ほいや、すいや。ほい、ごめんな、俺の友達なのにな。まあでもな、お前の命は天国に向けられる。天国はいいとこだぞ。さあ行け。3、2、1、バビョン。おお、おお、やった。ダンボール箱が開発できるんじゃないか。マジか。端末を開けてみろ。はい、端末を開けましょう。こっち行ったな。これかな。デベロップメントからウェポン。お、よし、ダンボール箱を選んで開発を実行するんだ。オッケー。ただし開発には GMP が必要になる。ダンボール作るのに。完了したら、はい、オッケーです。開発した武器、携行品は支援班に補給させることが。ここですね。つまり、あんたの出先に配達させる。ん？これかな？お、あと180、120ぐらいですね。さあ、
もうそろそろ届くはずなんですけれども、まだ来ないですね。上から来るのかな。あ、来ました。これか。開発の成果だ。ほう。使い道はよくわからんが、ミラーはボスならわかる。試してみて。ほい、じゃあ三角。これから今回回収したスタッフはすべて。ぬくむ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 く。はい。さあ、段ボールをゲットしました。段ボール。自分で再配置してもいい。うん。なるほど。すごいじゃん。段ボール。さて、説明は以上。GMP を稼ぐにも、人を集めるにも、ここにいては始まらん。ははは。ミッションに出る覚悟ができたら、ヘリに乗ってくれ。はいよ。端末からランディングゾーンを指定すれば、そこに新ヘリを呼ぶことができる。あんたがまだ投げ足りなければ、しばらくここでスタッフに稽古をつけてもいいぞ。その時は俺のところへ来てくれ。はいよ。じゃあ稽古をつけましょう。ですね、近くにいると相手をバンバン倒せるというマルチテイクダウン、バットマンのマルチテイクダウンみたいなのがあります。これをほいほい、カミン、ほい、さらにほい、さらにこっち、よいしょって感じでですね、こんなに人がいますってことで、全員フルトン回収しましょう。はいよ、行ってこい。さあ行ってこい。あー、行ってこい。お前ならまだいける、まだいけるって。はい、行きました。これでね、人身売買がいっぱい。いやー、大変ですね。あー、行っちゃいましたね。気持ちいいだろうなー。ってことで、こんなにね、いろいろでっかいマザーベースという基地が、秘密基地ですね、ゲットしました。うん、いや広いですね、結構広い。あ、なんだこれ。シャワー。これですね。シャワーに入りましょう。よいしょ。あー、久しぶり。あー、9年ぶりのシャワーだ。よいしょ。心身がリフレッシュ。おお、血が取れてますね。お前、その格好で入ったのか。さあ、武器がいっぱいあります。なるほどね。ほうほうほう。広い広い。あ、そうだ、忘れた。ヘリを呼びましょう。ヘリヘリ。ミッション。これかな。ピックアップ。あ、ほし。こちら P コード。まもなくランディングゾーンに到着する。どこどこどこ。さてさて、起きましたね。いやー、船もいいです。ちなみにですね、前はこのマザーベースというもの、このでっかい基地みたいなのが6個ぐらい連結してました。それぐらいでかかったということですね。カズが言ってた、あの力を取り戻そうとか言ってたのはそういうことです。すんごいでかかったんです、昔は。それをね、サイファーがぶっ壊してくれたと。何やってくれたんだか。さあ、飛び立ちました。さあ、人さらい。あ、人さらいじゃないです、あの勧誘ですね。いわゆる天国への勧誘、そしてお金集めですね。ダイヤモンドドックス、ウェットとウォークをガンガンやっていく集団の中に入ったのが、お、なんかいろいろゲットしましたね。ほうほうほう。オーケー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 。さあ、いろいろ開発条件をクリアしていってみます。ふん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 。あー、マイナス3000、お金がね、3000減っちゃいましたね。はい、小島さんありがとうございます。ほんとね、小島さんが作るゲームはほんとにもう最高なものばかりです。できればね、サイレントヒルの続きも作ってほしいんですけれども。はい、皆さん PT やりましたか、あの怖いやつ。怖すぎて次回作がね、延期というか中止になったというか、とてももったいないですね。はい、次。ミッションイズアップデート。うん、ボス。はい、早速ですまないが、ミッションリストを用意した。うん、端末を開いてくれ。端末を開きましょう。ほい。あ、これですね、これだ。Please select a mission. ダイヤモンドドッグズへのオファーの中から、ボスに頼みたいものをリストにしてある。
どのミッションを受けるかはあんたが決めてくれ。リストに追加したミッションの目的はそれぞれ、捕虜の救出、施設の破壊、要人の排除。あんたには物足りないかもしれんが、これで勘を取り戻してくれ。はいよ。ミッションの詳細はカセットテープに吹き込んでおいた。受注するときの参考にしてくれ。ミッションをこなせば資金が手に入る。兵士や捕虜を回収することでスタッフも増える。俺たちの目的を遂げるため、まずはこのマザーベースを大きくする。そのためにはどんな汚れ仕事でも受ける。俺たちにもう休息はない。この痛みが消えるまでは。ダイヤモンドドッグズの発展はファントムペインですね。頼むぞボス。はい、ってことで今回はいろいろミッションを選んでどんどんやっていくって感じですかね。ホムホムヘムヘムです。スペツナムズの英雄、アフガネの衝突作戦で暗躍するスペツナク、スペツナーズ、支隊長を排除、ソ連軍の通信設備を破壊し拠点間の、増援体制を断絶。バイオニクスの権限、ソ連軍中央ベースキャンプから逃亡を図り、ワクシンド、分当地に捉えられた義手の開発種を、回収せよ。もうなるほどね。この3つがあります。いろいろありますが、まあとりあえずね、上からこなしていきましょう。スペースの英雄、こいつを注文しましょうか。どこからでもいいけど、まあここかな。はい、装備の選択です。なんかいろいろありますけど、装備選択、プリチリームウェポンズ、こっちに何も入れられないかな。特にはないですね。まあ武器があって、ダンボールは ありましたね。これさえあればなんとかなります。No。 さあ、何もアイテムはゲットしてないようなので出撃してみましょう。はい、まあできるだけ早く行きましょう。研究会、エロをしながら資格、なるほどね。さあ始まるといいんですけれども、ダイヤモンドドックスか。前はね、フォックスハウンドっていう部隊に属していました。キツネのようにね、スネークを狩るみたいな。まあこのね、前のストーリーを知りたい方はどんどん違うゲームやってみてください。ターゲットはスペスナズの支隊長。ほう、依頼はこの男の排除だ。排除か。殺すには惜しい人材だが、方法はあんたに任せる。ゲットしたいですね。ナシャゴカレーへ向かい、ターゲットを排除するんだ。プルトン回収したいですね。さあ降りましょう。降りたいな、早く降りたいな。撃てますね。まあ撃たなくていいかな。さあ夜のアフガン、スペツナーズ支隊長を排除せよ。エンリッツザスペツナーズコマンダー。じゃあ降りましょうか。よいしょ、ありがとうな。さて着きました。まずは謎のこれゲッチュ。植物から抽出できる成分は、薬や毒として武器、警報品の開発にも役立つだろう。ほう、必要な植物の種類は端末の最終植物リストで確認できる。余裕があったら採取してみてくれ。わかりました。スタッフが喜ぶ。じゃあね、とりあえず行きましょうか。目的地へダッシュ。さあ夜の砂漠を駆け抜ける。皆さんは寒い、動物移動中なのに野生の動物を、さて、大型物フルトン回収。なるほど。見かけることはないか。実は自然保護 NGO に野生動物を戦地から保護してほしいと依頼されている。ほんほん、余裕があれば回収してくれないか。了解です。報酬も弾むそうだ。へえ、
面白いですね、謎の。おっと、なんかいますかね。ほうほう、あ、いますね。ま、敵兵がいるんですけれども、ま、今回はいいところなのでここで終わりにしたいと思います。おお、夜空が綺麗だ。では今回はここまで。武術警備員、キノでした。おやすみなさいませ。